反乱。 宇治康の真意、あの忍びに教えてもらおうかね。風魔の旦那をそっち見りゃいいんすね。やってみ。敵はただの患者か。この名族炎鵬所が出るまでもあるまい。どうしよう。炎鵬殿が動いてくれません。極み。 名族に無理強いはできないね。けど炎鵬殿が果たして本気かどうか。風魔様の腕輪を探してるんでしょ。<笑>私にもその情報を教えてほしいの。これぞ名族の身の腐れ。だって普通の関係で口を割らせている。 あの者が人間がいるけど、あの者も宇治康の忍びを狙ってるようだ。先に接触されるとちょっとまずいの。敵の敵は敵ってことですね。じゃああいつらも全員やっちまいます。あれ、新しい敵が非力ですが頑張ります。 奴らの相手はお任せあれ。拙者の部で撃退戦。おことと軍略を戦わせてみたくなったよ。ねえ、丸投げさんに従ってて大丈夫？あの腕は意外ととんでもないことが起こっちゃうんだよ。そうそう、片付けるぞ。いいだろう。 私、信長に協力したらまずいんじゃ。しっかりして、カイ。今は父様を信じて進まなきゃ。ドラを狙う精神を出す。信長に教えてやる。風魔の旦那、またよからぬことを考えてますな。いい筋肉をお持ちなんですね。 ずっと見ていたいくらいですよ。あの荒天才、禍々しい兵を連れておるの。わし戦の経験長いけど初めて見たよ。ほどほどと軍略を戦わせてみたくなったよ。あの乱入してきた人たち、風魔の旦那の親戚？あ、違った。でも不気味なところがそっくりだな。 あの人たち、すごく顔色が悪いみたい。どこか調子でも悪いのかな。よし、この敵の体に挑もうぜか。攻撃を決闘して、命をも楽しみにしてよ。 騎士連中は片付いたようだね。じゃあ当初の目的を達成しよう。炎鵬所である。ヘイ、風魔の旦那をとっちめるってやつですね。何なのよ、あの怪しい女。いきなり襲ってきて。兵たちが傷ついてしまったわ。これぞ一度体勢を立て直しましょう。 敵の部隊が相手だ。だが相手が誰であろうと拙者の心は揺るがぬ。いい筋肉をお持ちなんですね。ずっと見ていたいくらいです。門を開いて本陣に交代。柵の匂いがプンプンするが果たして。敵が集まってきてますね。頑張って倒さないと。ここは拙者が出る。我が部にて。
覚悟と打ち破ってみせよ。家康もだけど、一番の問題は信長じゃな。一体何を考えておるのやら。まあ、信長は元の世界でも理解不能ですから。 ここで口当てる。こんなところで負けちまうとは。その首もらい受ける。いざ。 予想以上の腕よ。やるのう。おことのようなものを吹こそ国の礎よ。さらば。長年磨いてきた知力、味わうがよいぞ。 かかってくれて嬉しいぜ。ここから過去を中堅が相手だ。罠を見抜けないとは忍び失格。とりあえずこいつは何とかしやす。加工波動、お久しぶりでござる。なぜ貴公が北条家に。俺は北条の姫様に救われたんだ。 彼女は途方に暮れてた俺を家族同然に迎えてくれた。その恩ぐらいは返さないとな。俺の負けだ。あとは好きにしてくれ。加工派、敵ながら見事武をもって恩に報い申したな。<笑>我に用があるんだ。 たくさん呼んでないよ。これは一人一人差をすしかないかね。風魔の旦那、ここで分身の術ですか。じゃあ異世界忍術対決と参りますか。さあ、分身の術とは恐ろしき技や。幻惑されずに実態を見極めねば。 私も頑張って鍛えればできるようになるかな。ドラとかあの女とか気になることもあるけどね。今は小太郎を守らなきゃ。風魔さんは撃たせない。私が相手を務めます。惜しい。見せ物でした。 残念でした。すっきりしない。何が正しくて何が間違いなのよ。全員偽物だったとは。ちょっと無理の。親方様、遅くなってすみません。風魔の旦那の居場所が分かりました。 さあ、風と戯れ。逃げられるとまずいよ。早く。
滅ぶ。と当然である。偶然奴が私の前に現れたわけではない。消える。滅ぶ。滅ぶ。さて、滅ぶ。観念してもらおうかね。知ってること全部話してもらうよ。 風は捉えられん。なんと逃げられちゃったかね。ま、戦果はあったし、よしとしようか。さて。 うまくいったようでござる。私の思い通り。